チームクベカネクストハッシュは南アフリカ共和国籍の自転車ロードレースチーム2016年シーズン UCI ワールドチームライセンスを取得した2007年にチームが発足し2008年にコンチネンタルチーム MTN として活動開始2012年までにコンチネンタルチームとしての活動を終え2013年から アフリカ初のプロコンチネンタルチーム MTA のクベカとして登録される。なお、クベカとは自転車進行を胸とする非営利の南アフリカの公益団体でありチーム名変更後も提携している。ワールドツアーでのチーム初勝利は2013年のミラノサンデモでのゲラルドチオレックであり、チームの初グランツール出場は2014年のブエルター・エスパーニャでのワイルドカードワークだった。 2015年に向けて、スポンサーバイクを、サーベロにし、チームマネージャーに、ブライアン・スミスを迎えるとアナウンス。さらに、エドバルド・ボアッソン・ハーゲン、タイラー・ファラー、マシューゴスといった、トップクラスのスプリンターをチームに迎えた。2015年、ツールド・フランスを運営する ASO は MTN、クベカを、アフリカ発の出場チームとアナウンスした。チームは、 第14ステージでのスティーブ・カミングスの勝利により、見事グランツール初勝利を得た。グランツールでの2つ目の勝利は、ブエルター・エスパーニャ、第10ステージでのクリスティアン・ズバラーリの勝利となった。また、ツール・ド・フランスでは、ダニエル・テクレハイマノが、アフリカ人選手として、初めて山岳賞、マイ・ヨアポワを獲得。4日間袖を通した。2016年からは、 UCI ワールドチームのライセンスを取得することが決定し、NTT グループに属する IT ソリューションサービスのディメンションデータがスポンサーに名乗りを上げていた。来シーズンに向けてチームは元世界チャンピオンのマーク、カベンリッシュと彼のリードアウトを務めるマーク連勝を迎え、マネージャーのドルフ・アルダクモエティックス・クイックステップから獲得した。さらにベルンハルト・アイゼルの遺跡。 マネージャーのロジャー・ハモンドの加入と世界最大の会計事務所デロイト投手トーマツがスポンサーとして合意し選手、サポート、資金面でも大きな強化を行った。ディメンションデータでは資金以外にもレースデータの解析など情報面でチームをバックアップしている。チームカラーは黒と白にディメンションデータのロゴマークと同じ緑をアクセントにしている。 2019年にディメンションデータはアフリカ地域を除く部門を NTT リミテッドに再編された。そして2020年よりチームディメンションデータは NTT プロサイクリングとして活動する。チームユニフォームも NTT の青を基調とし、NTT のロゴのダイナミックループがあしらわれている。続いてイリブショータロウの加入が発表された。NTT は1年で スポンサーから撤退。2021年より、スイスのアパレルブランドのアソスが、新スポンサーとなりチーム名は、チームクベカアソスとなった。2021年6月25日更新。ありがとうございます。